3番の秋まで変わりません。6番の小林が3番手の外並走するような感じ。車を上げて残り600の鐘。3番の秋葉どうするか。ここは中段4番手を狙っていく。その後ろですが4番の岩田、さらに6番手の位置に9番の桜井が入って、8番手に下がった8番の橋本です。残りが1周、6番の小林が逃げていきます。2番手は5番の松山、ぴったり追走。3番手には1番の長山。4番手から先にまくった3番の秋葉。秋葉がまくって3番手外。さらにその外から9番の桜井が上がってきます。桜井が2番手外まで上がってくる。これをブロック、5番松山。内を救った3番の秋葉。4コーナーから直線。6番の小林先頭、外から3番の秋葉突っ込んでくる。6番の小林が押し切ったゴールイン。小林が押し切りました。